Yeah.
はい、どう？いけた？なんかね、またあれだね、止まってんだよな、あれが。あ、いけますわ、マジで。このね、相変わらずソフト側のモニターの映像と音声の波形が止まってるんですよね。なんだろうな、ほんま困るわ。あ、治ったなら良かった。ありがとう。いや、危なかった。俺、これ、ミサニャンさんおらんかったら、また、普通に、普通に俺の声だけ入ってない状態でずっと行くとこだった。いやー、おかしいなぁ。挨拶しとこ。ヒーローさんかな？タカピーさん、チリメンさん、ウダルさん、こんばんは。てか、おはようございますだから。どっちでもいいか。朝ですよ。エミさんに朝よかったよかった。ほんまよ。これ深夜帯だけさ、危なかったよね、実際。ほんまに。よし、とりあえず、行こうか。いや、この配信環境が、なかなか、整わないというのは落ち着かんよね。なんで。ちょっと無難に言っとくわ、最初。さて、乗るか？乗る。で、うわやば。あー飛べない。あっち側に行ってる人は私参加してほしいよね、できればね。やば、裏取りするわけでもなく右側を塗ってるっていう、ちょっともったいないよな。
全員で矢倉危な繋いでいけばね結構進めたりすんのにね。うわよいしょ、うわ危ない、これは危ない、向こうも繋がらないパターンだな。おおちょうど、まただ。さあ、これ真ん中飛ぶ。これね、矢倉乗ってこっち側見てくれとる人がおるとすごく助かるんだけどね。インクないわ、もしくは誰か乗ってくれればあっち側とりあえず見とくんだけどな。前も危ないけど意外とあっちから来る敵にやられるんだよね。当たらんか、あめっちゃ奥入っていっておるけど、リスキルどうなんだろうね。リスキルは、今のうちに乗れば、すまんな、スーパー食料、あ、仲間か、あ、下乗るわ。ナイス、こっち大丈夫？こっから来るよね。よし。どっちかというとこの辺来るまではあの後ろの方が危ないんね。コメントミサニアンさん種集めに行ってきますね、ありがとう。よいしょ、いけた。どんな感じ今回。13キル、13多いな、ほんと13、ちょうど13多いよね。いいや、行こう。これで行くんだったたらネギトロちょっと動き方考えんといけんな。先回るか、もうフッタンつけてるから乗るのもありだよね。タクヤさんパチ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 ありがとうやってますよ、ガチヤグラビーバスネギトロね。そうビーバスはね、まあ、キル取りやすい武器ではあるよね。ネギトロをどう入るか、まあ、乗るのは普通に乗れるじゃん。先回るときにどう先回るかだよね。左から入るとき結構遠いんだよな。まあでもバレにくいからメリットは大きいか。真正面から入っても速攻バレるもんね。でもネギトロの場合右側のさ、島というか下の部分あっこ塗ってないと結構きついな。簡単に矢倉乗られるけさ、で進まんのよな、こっちから行こうと思っても。とあの辺意識したい。あでも同じように左側取っとけば敵もまあ進めにくいよな。基本左で行こうか、
基本左押さえつつで、おわマジか、くそ、52、早かったな今。あ、これやばい、乗るわ、上がってくる。あー、つながる、ノリシ高いな。右側の仲間がやられたので、あぶねー、わー切った、マジか、まだおった、うっそ、ちょっと待って、これ歩くわ、状況が分かんない。右になんか見えたな、右の下、オッケー。ほい、惜しいな。いいんだよ。うわっ、くっそ。基本ブラスターが追って潜んでたらもう進まないからね、買っていかんと。あ、いるわ、あ、インクない、うわちマジでロンカス、ロンカスだな今の。これは手前から満員に入ったと思ったけど、大王が残ってたね。あ、落ちた。インクないわ。ヘリに立ってたら危ないよな。イカが来る、脱ぎ状況良くないな。こっちが押さえられると非常に面倒くさいので、うわ、ボムだ、やばい、くそ、あー、やばいとこ飛んだかな。大丈夫か、ナイス。進んでる。34か。何気に痛えな。あんま固まっていかん方がいい。ナイス。うわ、くっそ、やばいな。34だろ、先回って買っていかんと無理だよなこれ。わかんねえなあ。うわっそうか、間違えた、お、あー、そこか。あっちにブラスター入ってんだよなあ。きついね。よっしゃ、ここがちょっと難しいな。安定戦で上にあんだけブラスターを打ったら相当きついわ。
ああ、やられた。いやー、三谷さん、花火、おー、レベルが上がった。27。おー、ありがとう。ちょっと武器変えてみようかな。ちょっと武器変えてみるわ。いや、相当、あっち、いいけどね。あっち側。ビーバス。ビーバスはこれで本当は行きたいけど。ちょっとまあいろいろやってみよう。カーボン。カーボンかな。ちょっと。カーボン行ってみようか。ちょっと使えるか分からんけど、本当に。これで。OK。いやー、あたくやさんも種ありがとう。あんこちゃんいらっしゃい。招き猫さん。P ケンさん、ケロちゃんさん、アニファちゃんさん、カズさん、こんばんは。このビーバスはでもカーボンも相性いいはずだよね。俺が使いこなせるかどうかだけど、ネギトロなんだよな問題は。相変わらずブラスター特に野バネ多いけ、同じ武器で行ってもやっぱりなんかこうね、知れとるというか、なんかいや俺なんかまあたまたまなんだろうけど、自分がブラスター選ばなくなったらブラスターおらんくなる感じがするんだよな。絶対たまたまだけどさ。ああ、なんであれを倒せない。なんか入ってきとる。これめんどくせえな。ここ飛べるかな。だいぶ打ち損じとんな。うわそこか。どこ行ったかわけわからんなるよね。あーやばい、これ飛んでもまずいな。ステルスついてないからね。やっぱカーボンじゃちょっとあれだな、未熟さが目立つな。ん？あ、向こうか。めっちゃ行っとるじゃん。ごめんごめん、気づかなかった。あでもカーボンでステルスつけてなかったらあれないな、バシッと増えるんやな。あぶない、あぶない、あんま深追い線とかあるわ。うわスーパッショ、ジミーちゃん、うるせえなこいつ。ナイス。
あー、くっそ。カウント8。うわ、危ない。ミスった、やばい、危ねー。と、危な、うわ、危ない。あ、なんかおったよね。あ、どこ行った、その向こうにおる。うわー、見えん、敵が見えん。なんかおるんだよね、そこ。うわそこ飛んでくるやばいでしょ。いやー、最後怖いなー。ナイス。いやー、コメント、みつあにゃんさん、種に1週間上、おー、ありがとう。鼓膜が破れたか、中耳炎になったかで、左耳が痛くて聞こえづらい、発熱なるぞ。マジで？結構大音じゃないですよ、大丈夫？中耳炎か、痛そうだな、大丈夫かな。この時間、眠れなかったから直樹さんの放送あってよかった。そう、病院開いてないよね。大丈夫かな。ちょっとまた武器変えてみるよ。ちょっと52、ネギトロの時に52で、前の方行けたらいいなと思うんだけど。どうかな。いや、さて、いけますかね。4時半か。夏だったらちょっとずつ明るくなるしかないな。Bバス52でどうなんだろうな。ちょっとやってみたい。やばい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 。うわ。
乗るか。あれは一応ステルスは積んでるからいつでも飛べる状態にはおるけど、スパス飛んでくるぞ。あ、びっくりした。あの下になんか、ああ、ロンパス。ああ、いっそ。いや、止まらんな。止まりませんな。うわ、マジか。ふっふ、トットってなっとる。いやたけさん、バケットとかヒッセンはどうでしょう。使いこなせんのんよな。うん、ミサにやっぱ鼻を勢いよく噛みすぎたせいですね。大丈夫なの。鼓膜って破れても大丈夫なの。なんか勢いよく噛んだらなんか変ななるっていうね。なんか子供の時にさ、なんかすげえ強くやってすげえ痛かったなっていうのがあってからさ、なんかそれからせんくなったわ。でもあれやっぱちゃんと強くやらんと気が済まん気持ちもわかるね。友達にもおるよ。バケスロー一回使ってみる？使ってみようか。ちょっとこれはね、バケとスローしたデコだけど。昨日のプラベの時にさ、結構さやってみて面白いじゃんと思ったよ。普通のバケスローも食い場との組み合わせでね、あれがまあ醍醐味なんだろうけど、結構ざっくりだからな俺の場合な。ミサニアさん、こんな症状初めて。ああ、ビビるね。最初のその痛みはビビるよね。まあちょっと様子見て、大丈夫そうだったらいいけどな。よし、行こうぜ。シールドとダイオーどっちもあるっていうのはすごく危ない。あ、ちょ跳ね返った跳ね返ったわ。トリマ飛ぶわ。トリマ飛んどくわ。やっぱあの、あ、やばこいつ、かまってられないんだよ。止まった。では、ああ、止まったわ。ちょっと先回る人おらんと無理だね。一応まあ攻めるときは攻めるけどさ、行くけどさ、うん、カウント進みそうなときはね。うわ。さあどう？状況わかんないから一応歩く。え？インクナイス。上から行けるのいいね。
18か。痛えな。もう使い慣れてないけさ。あ、ちょっと待って、ちょっとこれ大王貯めたい。早かったかな。あ、ミスった。うわナイス、オッケー、飛べ。あー、ナイス、なんとかいったね。いや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 、ちょっと大王ね、普段使い慣れてないけさ、ちょっとタイミングわからんけ、ものすごい無難なとこで使ったけど、使わずに死ぬのが一番しょうもないが。あ、インクない。むっつい。止まんないな。あ、ここにおるわ。うわ、やばい。くっそ。いや、ちょっとこれダメだな。使いこなせないけむずいわ。武器的にはでもすごくいいと思う。うん、武器的にはいい、間違いないね。この上からかける感覚とかさ。止まった。あー死ぬ。あー結構範囲広いんよなあれ。ちょっと舐めとったわ今。これちょっと上からバシッと行きたいな。最悪止める。最悪の事態に備える。やばい。うわうわ、あぶねー。いやー、ちょっと怖いわ、ほんまに。うん、やっぱこの武器的に使い慣れてないけさ、なんかこう安心感がないよね。いやー、でもやっぱね、今練習中。うん、昨日のプラベくらいかな、だけど練習中ですよ。でもいいね、実際ちゃんと使えれば相当いいなとは思った。ブラスターは敵にあんまりいないんだったらノバネをできたいんだけどね。ブラスター同士が合うようになってんのかな。タクヤさん、僕はスクリュースロシア使ってますね。へえ、あれ使えたら良さそうだなと思うけど、すごいね。なんか全然使えん。あれこそ全然使いこなせない。うん、使う人によってはほんと強いよね。ネギトロなぁ。うーん、どんな感じ。お、さっきだけか、あんだけブラスター打ったの。
めっちゃ固まっとったんだろうね。なんか何回かやってブラスター多いなと思ったけブラスターやめたんだけど、いけそうなら。うわっ、ふわっとふわっと降りてきたな。これ上かな、行く正面から行こうか。うわうわ、あれ倒したかったな。トリマーヤグラ飛ぶわ。あー飛べなかった。うわ行ってんじゃん行ってんじゃん、やばい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 。うーわ最悪最悪、降りるんじゃなかった。向こうの間チャージャーかな、あっちに降りたまんまなんだよ。上がってこい。33か、やっぱ止めること考えるとノバネオがいいかな。結構入られたけどね。うわ、バラバラなんだよな。ヤグラ行こう。上に一人、左に二人。あ、行くね。あー、止めないか。これどうしようかな。先回ってないと。つかないんだよね。インク。うわーもう。くっそ。そんなとこにいんの。誰も先回ってないけど大丈夫かなこの人。オッケーオッケー。そこだ。ああ。うわー、できたかったな。乗れ。よし。倒したんかな。倒してないな。オッケー。あー降りれんかった。二人生きてる。まヤグラ。あーこっちに飛んだんか。便乗したのがこっちだった。うわもったいね。うわ、さて左か、あ、じゃあ右から上がってきてる。当たらんか。よし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 。ああよかった。でもなんとか止めた。来るぞ。トリマ一発。これで牽制かけて、奥側に投げて。よいしょ。なんだ、あ、いけん。これはちょっと残り25秒だろ。無難に行くわ。なかなかいいとこ投げるな、我ながら。当たらんけど、なかなかいいとこ投げるだろう。
結構スプラッシュボムを投げる位置へテクってきたわ 当たらん時あるけど、やぐらの上に投げるの楽しいよね。よし、敵にブラスターがおらんとけば、まあそこそこ立ち回る。あ、でも結構ローラーにやられたね。ローラーがちょっと嫌だったね。このまま行こうかな。コメント、三谷さん、朝一で病院行ってきます。おう、いってらっしゃい。ナイスリード。どうも。北斎とかバケツって指つかれますよね。結構押しちゃうもんね。そう、ビーバスネギトロか。やっぱ立ち回り次第では野バネはほんといいね。結構乗ること考えちゃうけど、キル取りやすい武器の場合どうかな。まあでも前の方でキル取るか乗るかだよね。まあカウントにもよるか、どんくらいリードしとるかにもよるけど。さて、ロンネクとノバネオかな。ロンネクがちょっと厄介なんだよね。うわー、やっぱ。なんか入ってんな、左。ロンネクだな、あれ。ナイス。あ、危ない。インクないっす。こっちから行っても、まあブラスターおるけ進まないんだけど。ちょっと待って。ああ、もう一回。あ、ナイス。矢倉行くわ。わあ、なんか飛んできた。なんか飛んで、あ、52か。50か。まあまあやな。ノバだな。あ、びっくりした。ああ、まあ、なんか落とした。落として大丈夫か。おるわ。出てないんだよね。ああ、死んだ。じゃあ進む。これは飛べるなら飛ぶ。
乗ってないよね。乗る、シャアが乗ってくれればありがたい。そう、あーどうしようかな、こっち。危ない。うわー、ナイス、ショック食らった。止めれるか。右から一人入ってきてる。気づいてますよ、アピールしとこう。もう時間ないけ、ちょっと広く見とくわ。あとなんか、うわー、タイミングで投げとるわ。怖いよ。ロンネック怖いね。おお、怖え。ちょっと危なかったね。やっぱ突っ込んでいくより、やっぱ最終防衛ラインの方がどっちがいいんかな。際どいけどね。14キルか、うん、やっぱ13、14が多いね。役だわな。ロバネオはやりやすいよね。よし、行こう。ビーバスネギトロか。行ってみよう。よいしょ。あ、そうそう。このパソコンの画面で見たら左上のさ、バナーあるじゃん。YouTube、ブログって書いてあるの。YouTube は前からこれにしとったけど、ブログの方を貼った。で、ブログの、このショールームの説明とか、ミーバースのフレンド、スプラトゥーンの比べがどうとか、について書いてる。うん。YouTube 側から、もともと YouTube でやっとったんよね。で、YouTube のメンバーをこっち側に連れてきとるんだけど、で、一旦、YouTube の方のメンバー、で、こっちにまだ来てないメンバー、フレンド全部削除した。100人おったんだけど、今現在17人かな。で、ショールームの方で増やそうと思っとるけ。あ、そんな、コロコロじゃん、ね、俺。そう、増やそうと思っとるけ。よいしょ。うん、興味ある人は、見といてください。あー、ちょっと上すぎた。これはもう乗った方が早いな。スーパーショックです。ああ、一旦落ちればよかったな。スーパーショックければチャージャー当たるわな。そこにコロコロ。よし。やば。よいしょ。さて、そっちか。意識してなかった、今の。49、意外と入ってんな。どうしよっかな、これ。
こから来るか、一応大丈夫か。はい、さすがバリア入った。バリアが短かった。待て、やばい、あーくそー、止まらないっす。かくそ、防戦一方になるな。うわやば、これちょっと攻めんとほんまにやばい。はい、加速か。くっそちょっと突っ込まんと、あと10秒。あ、上におる。あーやばい撃てへんかった。くっそー。でもあれ、でもあっこで止めないともっと入られるだけだったよね。いや難しい。こっちがもう全然キルできてないけどうもならんかったんだよな。いやー、でもキルするか乗るか塗るかだよね。どれかは徹底的にやりたいよね。そう、あんこちゃん種ありがとう。みさにゃさん見ました、わかりやすかったです、だいぶフレンドすっきりしましたね、思い切りましたね、思い切った。もうとりあえず一旦、まあまた申請してくればね、あの承認すればいいだけじゃけどさ、うん、ほんまにフレンドになりたい人だったら、どうにでもして承認、申請してくるでしょう、うん、って思ってる。でも実際ね、こっちだけでとりあえずはプラベするわっていう話してやっとメンバーがちょっと動いてきた感じがあるけ、ちょっと極端なくらいの方がいいのかもしれない。本当に。ああ。すっ
よし行こう。とりまやぐら付き合うぜ。こっちにバケツが的な、ああ、まあ、行けるとこまで行くよ。おっとこれは乗れないだろうね。手前に飛ぶ。一人入ってきてるっぽいんだよな。これ入ってきてるし、入ってきてないのか。あーもう近すぎる、イラッとするそう、うわー動けん、やばい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 、あーこれはいかれる。どこで止めれるかだよな。あとはうらみか、うらみとか、よいしょ、あー下がらんかったな。40の67、ここなこれ曲がり角に多分おるよね、うん、うー当てる、くっそー、いや一瞬ちょっとどうだろうな、でも大丈夫だろうと思って、大丈夫じゃなかった。やばい、あー倒した、結構やばいな、そこそこやばいよ。左に入ったな今。左に一人入ったんよ。くそ。うわあれ倒せんと。とりあえず、あ、ナイス。何で倒したの？リミックスか。つながる、おるね、おるね。ああ死んだ、マジか。一人後ろにいるんだよこれ、一人後ろにいる、あー進んでる、あー飛べないかな、一応ここ飛ぶ、ナイス48、乗るか、シャアがどこだ、あーそこ、誰か乗って、誰か乗って、誰か乗って、飛ぶで、左のワッシャーか、うわこれは進まんな、やっぱこの上を打開できるような武器を持ってないと結構きついね。後ろで守ってもしょうがないんだよ、誰か乗ってくれると信じる、誰も先回ってない状態で絶対進まんから、うお、やばい、飛べ飛べ、あ降りるんじゃない、あーいやーなるほどね、くっそー、先
隙間はなんと無理だな、ここ本当に。本当の意味で。ちょっとカーボン練習しようかな。ちょっときついよね、このままでは。あーでもバケスローデコもいいよね。シールドがあるっていうのは強いよな。で大王もあるけ、かなりネギトロに特化したような武器だよねと勝手に思う。ちょっとこれ使おうか。でインクがとにかく大変なので、こんな感じになるかな。ちょっとこれでいってみるわ。使いこなせんからね。差し引いて使いこなせないのも差し引いていければいいんだけど。あとビーバスもあることを忘れちゃいけんのよな。ビーバスもあるからな。行ってみよう。出たよビーバス。どう行こうかな。まあでもあの高台もバケスロだったら結構届くんじゃないので、結局これでさメインだけで倒すのに慣れてさ、あのそしたらバケスロソーダも選択肢に入ってくるよね。あやばい、上におるな。あれどこ？ああ、繋いでくれる。あ、しかも大量溜まったのに。これはいけるか。いいね。そう、俺は大王を持ってることを忘れちゃいけない。あ、ちょ、ぬるった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 全く意味なかった。ぬるったわ。これはちょっと引いてる仲間のとこ飛んで、うわっ、くそ、ナイス、よいしょ、それ付き合うぜ。あー変なとこ行った。あちょっと前すぎるな。ちょっと後ろから行こうか、ここは。ああ大王使えなかった。うっそー、大王使わず自前みたいなの結構あるな。
あ、危ない。上からバサッと行きたい。最後奥に入られんようにだけ気をつけんとね。うわ、2発でいかれんかったな今。違うのに当たっとったもん。やばい、ナイス。でももう止めきれない感じが怖いな。やっぱノバネオだったらさ、最悪結構強引に止めれるじゃん。それがないのか。ちょっと最悪の事態に備えとく。あー、なるほど、今んとこいいね。コメント、アンコちゃんカウントありがとう。子供から風邪をもらったんだ。マスクとかできるねじゃない。人混みには行かない。そうだな。この時期流行っとるみたいだもんね。このまま行っちゃうか。ちょっとこれでネギトロ一回行きたいな。先回り武器として行ければいいな。そうな、ネギトロも下からあの上の方に上がるときに大変なんよな。そこでちょうどよく代用を使うか、先回ることができればいいね。シールドと代用イカはいいよ。ビーバスで後でもどう立ち回るかっていうのもあるわな。あとインクがやっぱインク管理が難しい。行こう。危な。うわ、ロング、やば。うわ、なんか一体感あるな、向こうのチーム。インクない。ロンネックかなんか生きてるね。ロングブラスターか。下が危ないんですよ。うわ、スパショか。よいしょ。先回るどころの話じゃなくなってきとんな。あ、落ちた。くわ、むずい。なんか独特だよね、この打った後のさ、硬直とかも。
独特な、ジャンプして打っとけばそこまで気にはならないのか。うわー、あった下に吸盤があった。なんか妙に強いな、妙に強いぞ。こっち一人落ちてる、落ちてるわけではないのか。こっから届くんかな、届かんのか。あー、え、ギリギリ届く。うわ、思ったようには使いこなせんね。もうちょっと引いて戦って大王一回貯めるくらいじゃないか。射程距離がいまいちつかめないんだよね。ああくっそ、うわぁ、うまいな。やっぱ読むな、読まれとったな今のは。やっぱノバネオに比べてキルでき、今の俺ではさ、キルできんけさ。お、今なんかカンカンってなったな。そこもまたちょっと微妙なところではあるよね。倒した。全然先回れんかったよ。え？いやー届かんわ。これ届かん。届かん。あー思ったより使いこなせんかったな。ちょっとでもこれはもうちょっと練習するわ。あの、比べんときに。うん。あんで、ショールームね、フレンド増やしていこうと思っとるけさ、あの、ブログって書いてあるバナーをクリックして、フレンド、規模の方は、見てみてください。うん。で、まあ、累計ランキング上位の人を優先的にフレンドにはしていくけど、全然もう、フレンド整理したばっかりだけどね、全然まだまだ余裕で空いてますよ。これステルスつけようかな。やっぱヤクラじゃけさ、どうかな。ステルスつけて食いぼ2個で我慢しようか。これでいこうか。2個2個で我慢しよう。うん、ものすごい一気にこう適当に作り上げたバナーだけどさ、猫の写真とブログって書いてあるだけだけど、こういう作業もちょっと力入れたいんだけどね、時間取れないんだよな。なんか一個一個のことをもうちゃんとしたい。ほんま、いつまで経っても、なんか中途半端な。よいしょ。
あー、カーボンだ。やばっ、あれ、止まっとるよね。あくっそ、クイボ3発欲しいな。これも取り込んだらアウトだよね。うわ、マジで？そこなんかおるわ。うわ、単発欲しいな、やっぱ。おー、突然。あー、ステルスよりあっかな。うわ、生きとる。うわー、グッソセンサーついてたのに。ちょっとこっちの仲間のとこ飛んで、あ、やばい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 。うわ、どうすかね、これはちょっと歩くか。止まってる。うわ、え、気づかんかった。 NC、 このステージ NC で来るか。75の70。あれ、カーボンかな、こったりでも。危なー。うわ、あっと、ナイス。いや、勝ったけどちょっと違ったよねなんか全然活躍できてないよね。
いやあ、やっぱクイバ3発欲しい。ああ、言うて10キル。なんだかんだでキル数は上がるけどね。でももうちょいやっぱ先回れんと安定はせんなと思った。うん。どうしようかな。先回ろうと思ったらやっぱちょっとシールドくらい欲しくなるね。これでいくと今度あれが難しくなるんよ。何あれがビーバスが、そっちがちょっと心配ではあるけどさ、まあ行ってみようか。ビーバスどう立ち回るかな。これでネギトロ、ね、よいしょ。とりあえず左から入る。あぶね。あぶなー。あっ、うわっ、おった、やばやばいやばいやばい、ヤグラがやばい、ヤグラがやばい、単独でかわいそうに孤独だったの孤独だっただろう。ペペッてな。バッターか。あーやば。結局ね、あの上を盤石な状態にしないと。あ、やばいよこれ。なんだ、ナイス、やば、危なっ。あー落ちた。大事な時に。これは下行っちゃうか。ナイス。あぶね。あー、スーっていう音は聞こえたんだけどね、反応できんかった。これはここ一旦飛んで、うわ危ない危ないよ。うわ、開いてないし、くっそ、先回れんから進めんのにな。でも言うてちょっと一旦カウントリードしときたいね。あと2分か。あー、うっそ、あと1カウントじゃねえか。これはちょっとここ飛びたい。やばいかな。ナイス、オッケー。
あ、やばいか。やばい。止まった。あー、いけ。うわー、噛み合わない。ごめんよ。今気づかんかった。戻らんといけんかったな。77だろ。もうちょっと待って、乗るわ。あー、もう。一見もうこれ乗ってなさすぎて負けるパターンが一番悔しい。さあ、ワンチャンあるのか。うわー、やばい。うーわ、1カウントマジで。誰か、あー、乗れる。ナイス。そこに飛ぶ。間に合わん。1カウント。はぁ。コメントミサニアさん、記録もシールドですよね。そうなんよね。そうなんだけど、あれこそ使いこなせんのよな。なんか当てれんくてさ、ほんまに。うん。一回でも使ってみようか。あれ、よう当てんのよ、ほんま。なんかね。大王あるけね、いいのいいんだけど。言うて一回使ってみよう。B バスなんだよな、怖いのが。それだったらもう B バス向けにノバネオで行って、そっちで勝ち狙いながらみたいなのがいいんかな。まあ、何事も経験だ。ちょっと実戦で、多分ボロボロになるけど、やってみようよ。二角じゃなくなったんよね。で、攻撃詰まんといけんくなったんよね。何個積めばいいんかがちょっとよく分かってないけど。とりあえず一個積んどくわ。ミサニアさん独特ですもんね。そうなんよね。なんかボッポッポッポってなるじゃん。打つ球のさ、一発出て次打つまでがちょっと遅いじゃん。あれで当てるのがなんかやっぱ難しいね。うん、だから連射が速い武器の方がなんか当てやすいような感じがするわ。むずいんよな。まあでも攻撃力強いんだけ、接近戦でもちゃんと当てればねえ、 OK なはずなんだけどね。なんか射程距離ある武器って近くで当てるのなんか難しくない？なんか難しいね。あ、惜しい。おお。お、いいね。危ない。最後いた。こんなとこで使うともったいないけどな。変なとこから来た。とりあえず、あー、途切れたか。ダイヤを貯めて乗ってあげるっていうのが一番いいんだろうけどね。あ、あ、ちょ、ミスった。撃ってる時のさ、撃ってる時に歩く速度も極端に遅くなるじゃん。あれがまたちょっと難しく感じさせる要素なんだろうね。でも長く打ち続けるものではないっていうね。あ、こう。こっからもう多分狙い受け。それはいいよな。いや、危ない。うわー、よう当てんのよな。くー。
疲れてんな。ああ間違えた。ああ、見えてなかった。62の68か。これはここ大王をなんとか貯めて上がってくるかな。うわ、曲者むずい。あラピデコ、ペッペッとこう当たればね、いいんだけどね。おう、ペッペッとね、ペッペッと当てたいね。なんか来たー、いらんことしーが来て、いらんことしーがいらんことしーって懐かしいな。おるぞそこ、いらんことしーがおるわ。え、届かない。やば。あ、危ないね。1カウント差とか。お、チャンス。ああ、早い。おお使いこなせてないわやっぱ。ふう、いやー、あ、なるほど。なるほどね。これもやっぱちょこちょこ練習していきたい武器ではあるね。2発で倒せるっていうのは何にしても強いわな。なあ、ちょっともう一回ノバネオに戻してみる。負担でこのパターンでいこう。いろんな武器がありますね。6時くらいになったら終わろうかな。立ち上げ直すねーのモードだ。種カウントよろしくにしとこう。オッケー。ヤクラのネギトロ。あ、ヨネッチさん種ありがとう。はい、うわ、オッケー、ブラスター5で。わあ、かあ、あ、それ乗りたい。あー乗れんなこれ。でも飛ぶわ。
あぶねえ。これは手前に飛ぶ。いや。おお。どうしようかな。よいしょ。うわ、進んでんじゃん、やべ。また危なー。あ、まだ来る、まだ来る。62で止まってよかったよ。うわ、向こうから。ナイス。ナイス、大王、お見事。乗ってないよな、どう。あ、乗ってんな。うわ、ちょっと。あ、危ない危ない。何にしても4カウント差だからな。ナイス。あー、直撃したい。おお、二人がかりで。ここ大丈夫。あぶね。ちょうどだ。向こうから狙ってんのか。マジで？やばい。やばい。うわ。くわー。一回だと何秒？1分切ってる。向こうラピがおるからな、先回らないと厳しいよね、絶対にね。あれ乗ってないよ。まあいいや、とりあえず。うわー、うわー、これどうだろう。真正面から行っても絶対無理だからね。あと30秒。うわー、当たらんかった。結構当て、結構今の当てる自信あったんだけどな。あの、ボムをね。あー、マジか。くっそー。コメント見たには、種集めに行ってきますね。6時前には帰ってきます。はい、ありがとう。いやー、やられました。キル的にはいいんだけどね。同じくらいか、だいたい。それだけじゃ勝てないのが、この組み合わせよ。ビーバスと。ビーバス、そうだね。52で、攻撃も積んじゃうか。
ビーバス、そうだな、ネギトロ行くときに52でなんとかしたい。このバナーのさ、下の方のブログにしとるけどさ、上ももう YouTube じゃなくて、ブログの方に YouTube のリンクも貼っとるけ、 YouTube の方もちょっとなんか違うバナーにしようかなと考えてんだけど、いまいち何がいいか思いついてない。うわ、やばいな。やばい。うー、危な。当たらんな。さあ、51-71。状況がわからんくなるよね。競り合ってたら。いや、あぶんな。ナイス。あの向こうにブラスターがいるよ。行くね。ガッツがあるね。後ろにずらした。ああ。めっちゃの意識高いね今回。行きますね。しゃあ、ナイス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 。全員で勝ち取ったね。カウントリード。ちょっと後ろのとこに
て、後ろから敵入ってきたかもしれんな今。あ、びっくりした。わあ、倒せんかった。さあ、これで負けたらくっそ悔しいで。あ、違う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 、そこじゃないそこじゃないそこじゃないっす、そこじゃないっす。あー、やばい。おお、マジか、ナイス。あー、まあ、やっぱノバネオに比べるとどうしてもやっぱキル数は落ちるけどさ、しっかりキル取っていける武器がいいな。最後の本当もう 100% 仲間のおかげだったもんね。よし、行こう。とりあえず行くぜ。よいしょ。うん、行こう行こう。 S44 か。全然上がってないんだよな。150万とサザエ11個溜まってるけど、もう近々あれだね、ギア付け直しせんといけんね。行きましょう。あー、ノバネオか。進んでんな、やばいな。やばい、うわ、危ねえ。あ、敵だよね。普通に味方っぽい感じでおるけ、焦ったよ今。よし、やば、あー、めっちゃ遠くに投げちゃった。乗れる乗る、そこに飛びたい、そこ飛びたい。うわ、ハイカスか。さて、カスタムだからな。あ、インクないわ、インクないっす。そこノバネおるよ、そこノバネおるよ、そこノバネおるから。おお、後ろにおる。
ナイス。あっ、あー、オッケーオッケーオッケー。なんとかみんなでご利用しいけたね。ブラスター系がいます。あー、飛ぶか。下に配下す、あのバネを。あー無理だった。あ、くっそ、もうちょい。これは飛んでもしゃあないな。裏からだから間に合わん。お、行く。じゃあ飛ぶわ。マジ。完璧だな、あの人。おお、素晴らしい。あー、でも結構この5-2でいけるようになったら快感だね。これいいね。あ、13いけるようになれば、ノバネオでいっても大体13だからいいよ。メリット大きい。ノバネオでは絶対できない動きがあるから。あとはシールドを使いこなせるようになるだけだね、本当に。どんどん行きたいですね。あ、ミサニアさん種ありがとう。よっしゃ、行くぞ。アウエオさんもおはよう。種ありがとう。さあ、ヤグラネギトロ、ちょっと5-2は上達していきたいね。おお、やられた、やられとんな。あぶな。わ、これは一旦とん、あーって仲間死んだ。あ、びっくりした。おっと、か、黒でこう。なんだ、何があって、スプリンクラーかな。
びっくりした。仲間かよ。やば、あぶね。仲間。めっちゃ変なタイミングで急に撃ってくるけ。あー。5人。乗ってみるか。先回っとんね、仲間。向こうでバンバン寄る。仲間か。47の59、1分48秒。まだちょっとあるね。うお、いやー、来るぞこれは。止まってる。あ、ナイス。おるんかい、おるんかい。鉄の心臓の持ち主だな。あんだけクリアリングショーってあっこでじっとしとくってすごいよね。あと5人じゃけさ、なかなか綺麗にクリアリングできんじゃん。あ、マジで？待って、うわ、登ってきとんかい。あー、なるほどね。黒猫使いこなせれば素晴らしいんだろうね。なるほどね。じゃ次勝ったら終わろうかな。どうしようかな。最後はもうノバネオでいこうか。ビーバスが来ると信じて。5人でもちょっと楽しくなってきた。うん、5人楽しいわ。ミサニャンさん、400人突破ほんまだ。あー、ありがたいね。この早朝に。もう朝だよね。まだ外暗いんかな。カーテン閉めといて見れんけど。まだ暗いよね、多分。冬だもんね。夏だったらもう明るい時間よ。ビーバス。ここは勝ちたいっすね。ちょっと、そうだな。右から入って、で様子見ながら真ん中に行く感じで行こうかな。あっこに来たか。
止まってる。結構届くな。あ、ここに一人降りるね。真ん中行こうかな。乗り手がいないよね、今。乗りましょうか。あ、動くか。やばい。あー。止まる。うわぁ、くっそ。無難にとこうかな。あ、倒した。ああ、これ止めんといけんとこは止める。穴掘ったな今。あ、おるじゃん。危なかった。ちょっと危なかった。あ、ナイスナイスナイス。よう乗ってくれた。よくぞ乗ってくれた。よし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 。これ飛びたい。間に合い間に合い。よし、一旦積んどってよかった。えい。あぶねー。どこ？上か。あー、やられた。真ん中の仲間のとこ飛ぼう。ああ。大概あっちから入ってくるからね。あっち牽制しとかんと。こういうところ。うわ、びっくりした。焦った。裏から来た。うわあ、あ、やばいやばいやばい、タイミング悪い、タイミング悪い。ナイス、オッケー、オッケー。うわ、危ない。うわ、スーパーショーかー、やばいなー、やばい。最後そこ入られた。こっからが早いんだよ。マジで？うわー、最後の最後で。乗ってる。あー、待って。あー、乗れない。最後の最後で入られる。ちょっと悔しいね、今のは。
今のはちょっと悔しいな。14キル、うん、やっぱ13、14はいけるんよ。いけるけども止めれんかったね、最後のあそこで。あっこで俺が止めれとけばいけとったよな。ミスだミスだな。そう、一回入り込まれるとアウトだからちゃんとしたいそこはちゃんとしたい。あ、ビーバス、よし、これ勝って終わるか。これ若葉ゴールか。うわ、チャーが危ない。うわー、うわー、いや、これはちょっと、あー、こっちから行こうかな。あー、動けん。そう、これ上かな、上っぽいけど。うん、か、一旦引いたか。シャーゴールからね、うかつに顔出せねえ。入ってきた仲間か、あ、行っとるな。これは、うわー、バリアとか、うわー、これきついね。そこなんかおる、やば、くっそ、あー、これやばいよ。最終コーナー曲がられるとかなりきつい。二人落ちる。いやー、これやばいわ。あー、間に合わんかな。間に合わん。きつかったなぁ。いやー、マジで？きつかったぞ。落ちてたわけじゃないよね。俺も全くキルできてないし。向こうの、何あの一番下の見えないけど、寿司コラかな？めっちゃやられと、あいつに抑えられとったんか。サクッと終わりたいねもう勝つまでやるけど。そうですか。ビーバスネギトロ、行ってみよう。ネギトロの役だっか。よっ
ああ、止めんかった。ああ、バカバカ。もう一人おるけんね。それは止める。あれは、これは、あー、まずいかも。あー、撃たれるか。基本正面からは入れんよね。あー、くっそー、この塗り痛いなー。うわー、一発目変なとこ当たったけもったいなかったね今の。よし、うわっ、うわー、ノバネオの場合あっこでワンテンポ遅れるけーなー、いけんのよなー、そこに来たかー。うーわ、イラッとするわー、くっそー、あれを逃さないのが嫌だよね。うわー、イラつく、マジで。くっそー。もう分かった。あいつはエスプラだと思う。やばいね、時間ないなー。やば。うわ、危ない、いけ、ナイス。危な、もう超危ないよ、ほんとに。いやー、でも今仲間が乗ってくれたけよかったなあ、思いのほか早く乗ってくれたんよ。うん、あれはありがたかった。しかもあのタイミングじゃなかったらちょっとわからんかったね。あーぶねー。乗った人ナイスだ。ほんとに。おっしゃ。
じゃあ最後、スクショだけ撮って終わりましたね。ちょっと待ってよ、画面を整理しまして、こうやってこうやってこっちに合わせるか、この辺だな。 OK、 よし、 OK。 タコちゃんお疲れ様、ミサニアさんピースナイスリード、どうも。うん、OK です。じゃあこれで、あ、そうそう、さっきも言ったけどね、このパソコンで見たら左上のこのバナー、 YouTube とブログのやつね。でブログの方に、このルームどんな感じでやってるのかとか、いろいろ書いてますんで、よかったら見てみてください。で、ツイッターショールーム、フォロー、お待ちしておりますよ。あと累計ランキングトップの人優先的に、フレンドになっていくんで、夕方の時間帯ね、15時くらいから結構やるんだけど、15時からガチマやって、でどれくらいかな、17時18時くらいにだいたいプライベートマッチやるんで、興味ある人はブログ見て、で納得の上、フレンド申請していただけたらなと思っております。そんな感じ、そんなとこかな。たくやさんお疲れ様でした。はい、お疲れ様。そんな感じです。昨日フレンド整理したばっかりだから、100人フレンドギリギリ入れとったんだけど、 YouTube で集めたメンバーばっかりで、このショールーム見てないメンバーも おるんよね。で今流れ的にさ、15時から初めてガチマッチやって、でレギュラーマッチ挟んで、そこでフレンドどれくらい今プラベ入れる状態なんかっていうのを見て、でプライベートマッチに入るっていう流れを今作ってる途中なんよね。で昨日おとといにさ、レギュラーマッチやって出て、絡みがないんだけどフレンドになってるから、レギュラーマッチフレンド合流しちゃうっていう、でこっちのショールーム見て、あ、今から入りますねって言ってくれた人たちが全然入れないみたいな状況になってしまっとったんよ。でそれちょっと本末転倒だなと思って、やっぱ応援してくれる人とか、積極的にねこっち来てコメントとか、種投げてくれたりとかしてくれる人らが入れないっていうのはよろしくないなと思って、でもうフレンド一回切ってもまた申請、ショールームの、何アカウント取ってで申請してくれば全然ね再びフレンドにもなるけと思って、でそれ説明をツイッターでしたんやなので100人おったのが今現在17人、もう毎日くらい関わり合いがもう結構ある、くらいの17人なんで、結構濃いメンバーだね。深夜帯の人もいるし、昼間の人もいるけ、そう、一緒にならない人もいるけど、これが結構関わってる17人を現在残してるんで、もし興味があれば、ちょっとこっちのショールームの方でコミュニケーション取ってる人とかで、フレンド構築していこうかなと思ってるんで、またぜひね、興味があれば、ブログの方見てみてください。なんで YouTube の方にはこのアーカイブ、今日の放送の今日のっていうか、このショールームの放送の この動画を残してるんで、またそっちもね興味があったら見てみてください。ミサニャンさん、おやすみなさん。はい、おやすみなさん。よし、じゃあ終わりますね。はい、ありがとうございます。